ビクターチャはアメリカ合衆国の国際政治学者、北朝鮮専門家。両親はアメリカに留学していた際に出会った韓国人同士。ビクターチャ本人はアメリカで生まれ育った韓国系アメリカ人であり、母国語は英語。1994年にコロンビア大学で博士号を取得。2004年から2007年までアメリカ国家安全保障会議アジア部長を務めた。 ドナルド・トランプ政権下で中間アメリカ大使に決定し、韓国政府の同意を得る手続きも完了していたが、取り消された。トランプ政権が検討する北朝鮮への限定攻撃への反対表明などが理由という。ビクター・チャ氏の母国、東亜日報。 h t t p j a p a n e s e d o n g a c o m スラッシュホームスラッシュ3スラッシュオールスラッシュ27スラッシュ1211263スラッシュ 1ab 中間毎対し人事を撤回報道毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20180201/k00/00m/030/0870048 <noise> 0韓国は本当に米国にとって重要なのかも議論され始めた。産経ニュース。 http://www.senkei.com コロンススララッッシシュュスラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ180303スラッシ、は、ュ WOR1803030004-n1.html ありがとうございます。